皆さんこんにちは。コインオタク編集長の伊藤です。この動画では仮想通貨ブロックチェーンの最新の話題をお届けさせていただきます。本日のテーマはこちらです。お笑い芸人 TKO の木本さんの投資トラブル、内容はブロックチェーンゲームのステップなのかについて解説をさせていただきます。この動画撮ってる時はですね、もう8月の上旬というところで、内容がだんだん分かってきておりまして、ブロックチェーンゲームのステップじゃないよねというような形にはなってるんですけども、彼がですね、テレビ番組で、ステップンっていうですね、流行ってるブロックチェーンゲームを紹介したことにより、今仮想通貨なんじゃないかと、この投資トラブルは仮想通貨きっかけなんじゃないかなというふうに、非常に話題性のあるですね、ニュースの捉え方をされているっていうところなんですけども、今回ですね、この詳細というか、この世の中の報道の仕方とかですね、金融のリテラシーだとか、芸人さんの投資っていうものについて、今回のニュースをきっかけに解説をできればなというふうに思います。まずですね、やっぱりテレビに出る方っていうのは、すごく印象がつくんですね。で、これテレビだけじゃなくて、今だとね、YouTuber さんとか、Twitter のですね、そこそこの、フォロワー数がいるインフルエンサーさんとかですね、そういった方は印象がつきます。で、印象っていうのは、いい印象も悪い印象も両方あるんですけれども、これ、いい印象がある人っていうのは、影響力大きくなっちゃうんですね。なので、今回ね、木本さん、芸人っていう属性ではあるんですけども、かなり業界的には、影響力のある方、よく思われていた方っていうプラス、一般の方からするとですね、テレビに出ているっていうだけで、もうかなり信頼度が高くなってしまうわけですね。で、そうなると、もしトラブルが起きた時に、非常に広がり方がね、もう一般の人とはもう、比較にならないぐらい、桁が大きくなってきてしまうというような問題があるかなというふうに思います。で、今回ですね、仮想通貨っていうものがですね、今回ステップンっていうのがね、直接名前が出ちゃったんですけども、なんで仮想通貨がわざわざね、投資のね、トラブルで仮想通貨で話題が出ちゃうのかっていうと、仮想通貨っていうのは印象があってですね、投資のトラブルが多そうという形なんですね。なので、仮想通貨っていう話が普通に出ます。で、結果蓋を開けた時に、不動産投資と FX かな、っていう形で、実際には仮想通貨はあんま関係ないっぽいんですけども、じゃあなんで不動産投資のトラブルっていうふうに報道されないのかとか、あとじゃあ FX でね、資金が溶けたって報道されないのかっていうと、それぞれね、日本でちゃんと、ライセンスを持って、仕事やってるところがありますから、あまりね、直接の名前出すと、それはそれで報道の仕方で問題が出てきてしまうわけですね。事実だったらいいんですけども、事実がないときにですね、こうなんじゃないかって言ったときに、もし違った場合、謝らないといけないっていうことが出てきますので、あんまりね、直接的に日本でこうね、合法的にやってるものに関しては、名前が上がらずに、何かなって書いたときに、ステップンだったら海外の会社ですし、ブロックチェーンゲームですし、それに対して否定をする日本の取引所もいませんから、利害関係が少ないですからね。なんで、とりあえずステップンって書きやすかったんだろうなというふうに思います。こういう形でですね、メディアさんっていうのはどうしても言えることと言えないことっていうのがありますので、今回こういう結果になってしまって、で多分この後にやっぱあれが違いましたとか、続報こうですっていうのは、ないかなと思います。というのはもう一発目の、花火がポーンって、上がった時点でもうこれでもある程度主張が取れてますので、あとはゆっくりこすっていくだけっていう形で、風化をしていってしまうという感じになると思いますので、これをこれで、著名人の宿命というか、一回も失敗できないっていうですね、大きなプレッシャーの中で、皆さん頑張ってるかなというふうに思います。で、今回ですね、ちょっと面白かったのが、仮想通貨の、印象を悪くしてほしくないというような、業界の人がですね、よく言うような話があるわけですね。で、仮想通貨の印象を悪くしてほしくないから、こういうメディアの取り上げ方してほしくないみたいな話あるんですけれども、結局ですね、リテラシー上げないとどうしようもないっていう部分があるので、いわゆるこう、悪いものに蓋をしてしまうと、リテラシー上がんないんですよね。なんで、もうこうやってどんどん、いいも悪いもどんどん出していって、学べる環境を作っていかないと、隠せば隠すほどですね、全然こう、今の、リテラシーのレベルからですね、ずっと未来の日本人もですね、何にも変わらないという状況になってしまいます。で、そもそもこれはですね、参加した人も結構悪いなというふうにありまして、良性敗ではないんですけども、そもそも金融投資ではないですよね。これはもう個人トラブルだと思います。金融の投資のトラブルであれば、ちゃんとライセンスあるところが、そのライセンス
から違反した、もしくは契約上おかしな形になったっていうのが結構トラブルでして、これだいぶ手前だと思うんですよね。契約書があったかどうかも怪しいぐらい、個人的に近い関係の人との金銭トラブルという形になっているので、これねやりにくいと思うんですよね。捜査の方も結構やりにくいと思います。要はみんな分かってて、これグレーっていうか、ブラックだったんですけども、ブラックだって分かってた状態で参加しているっていう状況になっておりますので、こういうものがですね決してメジャーではないわけですね。これ投資っていうよりも普通に個人的な人と人のトラブルという形になっておりますので、この人と人のトラブルをですねもう学ばせる場合にはもう道徳の授業になってしまうという形になりますので、金融ともまたちょっと違う根底の人間の信用問題の部分の教育もちょっとね最近の日本ではちょっと欠如されている部分があるかなというふうに思います。こういったのが今後課題かなと思います。で今回どういう顛末になるのかっていうと、一応なんかこうね、個人的な資金でカバーできるところを返しますっていうところと、一応トラブルのですね全容が見えてきておりますので、多分その原因に作った人とかをピックアップしてですね、そこで回収できるところっていうところを少しでも返していくような流れになるんじゃないかなというふうに思いますが、投資トラブルっていうのは今後も出てくると思いますので、皆さん自身がですね、あまりこの被害者にならないように常に意識はしておいてほしいです。それはですね、仮想通貨っていうものが法律の名のもとにですねまだしっかりと世の中にリリースできない部分もありますので、非合法というかですね、まだ法律がないからいいやとね、できるみたいな形でやると守られないよという形ですね。本来であればこういったものって、投資をした人の責任ってあんまないじゃないですか。投資のした人の責任がないからなんかねこうカバーされたりとか守られたりってするんですけれども、いざ、何も法律がない状況で、トラブルに巻き込まれちゃうと、自分の力で解決するしかなくなるという形になります。多分今回もメディアの力を借りていて、多分警察とかですね、そういった当局とかそういったものに関しては動きようがないので動かなくて、メディアへの垂れ込みがあってこういう方に話になっていると思いますので、法整備されてから、投資に参加するっていうやり方もいいですし、その前の時点で参加している方に関してはですね、より一層ですね、自分の身を固めていただいて、危なくないか、危ない投資にはできるだけ参加しないということをやっていただく必要はあるかなというふうに思います。この話はですね結構尽きないので、またね、同様の有名人の中で投資トラブルっていうのがあれば、ちょっと定期的に注意喚起というところで出させていただければと思いますので、ぜひ皆さんもアンテナを張って、暮らしていただければなというふうに思います。本日の動画は以上とさせていただきます。動画参考になったよっていう方はぜひ高評価ボタン押していってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手は今夜のとこの伊藤でした。ありがとうございました。